皆さんにあの資料が入っておると思います。これですね、これはあのジャン・アントニーニさんというこれはフランス派協会の会長もされてて、フランス派協会あフランス語派協会ですね、これはあのフランス語を使っているフランス国家いわゆるフランスの本土だけじゃなくてフランス語圏のまたあの派協会の会長もやられて今ゴングというその機関誌の、まあ、編集変わる人はいないらしいですが、というジャン・アントニーニさん、まあ、数学者でリヨンであの、まあ、まあ現役今引退されてますけど、まあ、その現役時代から、この文学サークルで、まあ、創作をされてるということです。まあ、クシューマンソロジーもいろいろこの人はあの出版されてます。それから実際そのベルニック農夫をされている農業を営んでおられるベルニック・デュトレイさんこのお二人の協調がこのダンシャン・アローという本です。ここの表紙の挿絵にはこれは目牛のスケッチがありまして、まあね、まあ目牛はフランスではファッシュと言いますけど、まあかなりフランス人にとってはバッシュで、まあまあ、いろんなことわざがあったりいろいろしますけどかなりやはり親しまれている、まあ、フランスはもともと農業圏ですので、まあ、ここ、まあ、この農場を舞台にしてそしてジャン・アントニーニさんはこの人は、まあ通行人というか通りがかりの人間これはフランス語でパッサンと言いますね。まあ、通行人というか通りがかりの人と、これが、まあ、この句集の右半分にパッサン通りがかりの人としてジャン・アントニーニさんが2句を、まあ、産業を自由し、まあ、ほとんどは季語がありません。それの1行の長さもかなりあのまちまちです。そして、右ページに2句はこのペイザン農夫ですね。農夫の夫は女性女編の夫農夫ですけどこれがベロニックさんが読んでこれこういう一組のページが、まあ、4句ですね。見開きでこれは52通やるということは 52×4 ということで208句ある、まあ協調の連句集というんですかね。これも産業のホックばっかりホックというか俳句ばっかりです。最初の、まあ、1対、はこの通りがかりの人ジャン・アントニーニさんは自動車から農場を見ている俳句が2句、読まれそして右のベロニックさんは、農場で、まあ、働いている人の視点からの句が読まれてで、まあ、物語を、まあ、進行するわけでもないんですけれども、まあ、最初の自動車からっていうのはこれは、レジュメの最初にありますようにアプレンビテスミリオン・ドゥ・ブラン・デルコ、ヴィュ・アンコニュ・トゥジュ。これは私がつけた和訳ですけど、全速力で何百万の草の若茎、若い、まあ、枝、若茎見られ、いつも道と。これ全速力なのは、この通りがかりの人は、まあ、多分車から見ているんだろうと思います。まあ、車から接近して、農場へ来て、まあ、滞在して、まあ、そこで句を読んで、それでまた去っていくという、そういう。設定だろうと思います。農夫の方は右の B ですけれどもこれはまあ農場でまあいろんなことがあって、まあ、豆牛あるいは子牛等々ですね、あるいは 農夫が男の農夫女の農夫これはどうするとかですね、まあ、そういう句ですね。この牧場の道ラフトダネプレデヴァーシュブリッドレブパドゥラレヴィトこのヴィトル窓ガラスは何かと思うとこれはやっぱ車の窓ガラスだろうと思います。車の窓ガラスの彼方まだここでは通りがかりの人と車の中の通りがかりの人とこの農場にいる、まあ、あの農場にあるあるいは農場にいる生き物とか植物とは、まあ、距離があるということですね。でそれに対して、農夫農場で暮らしている生活をしている人は、干し草が半回転しているんだけども、
この大きな束にしますね、干し草。でそれに雲がまあずっとくっついてるっていう、まあ、それだけの句ですけど、かなり細部ですね、ある物語を作るというよりもある細部、農業でのいろんな事物、生き物以外のものをさまざまな角度からまあ断片的に読んでいると、いずれもまあ日常的な題材ですね、実際現実に見られる、まあ、あんまり想像力を働かして作ったかそんなには ないんですけども、まあ、全体としてそういうふうに実際見られる、見られうる農場での光景というのを、まあ、産業の簡潔な俳句にしているということで、まあ、全体として何て言うんですかね、現実っていうのを、まあ、これはカメラなんかでも撮影している時もそうです。私最近デジカメで動画を撮って俳句動画をYouTube にアップしてるんですけど、これ実際見慣れたものも実際、まあ、俳句に、簡潔に書く。でそうすると俳句に書きますとやっぱり省略がある、ビデオカメラのあるアングルで撮ると、で見慣れたものが見慣れたものではなくなって、なんか謎めいたあるいは奇怪な、そういう相貌のもとに、様相のもとに見えてくる、そういうところがこのタンシャン・ロートルっていう農場、だから、まあ、畑から畑へというふうに訳しましたけど、野原から野原へ、あるいは、まあ、このフランス語でシャンという英語のフィールドと同じように、原っぱという意味と同時に畑という意味がありますので、まあ、ここでは畑ですけども、非常に広い畑で、農夫とか通りがかりの人とか干し草とか、まあ、雲とか、まあ、子牛とかいろんな、まあ、登場するものがいて、まあ、こういう短い詩の中で、まあ、中には、この老いた男の農夫の息子が自殺したという句もあるんですね。一方その通りがかりの人がそれを見ると、一方農場でも子牛が、まあ、生まれたばかりの子牛が死んでしまうと、そして母牛であるヴァシがまあ悔やむと、で目牛も死ぬんだったのかな、まあ、いろいろなことが起きる。でこれ、海外の俳句はほとんど季語はありません。ただこの52対の4句を読んでいますと、大体季節として時間としては冬から秋へとまあ徐々に移っていくと、で最後は、まあ農夫、女の人の方の農夫ですけども、最初の寒気プフメファット、最初の寒気、まあ、日本だと寒気というと冬になりますけれども、これはどうも秋の夏が終わって秋に入って、寒気寒さがこう感じられる、そういう農場というのを読んでいるようですね。そしてツタ、その農場のなんか木かなんか壁かなんか建物の壁か、あるいはツタ樹木にツタ、それこそ伝っているツタの香りが瞬間にしたと、まあ、これだけの俳句ですけれども、寒さと匂いという、ビジュアルのものもありますけれども、この触覚と嗅覚とこれで終わる、まあ、2人の共著の、まあ連まあ、連これもやっぱ大きな意味の連句集ですね、まあ、この中でも連句をやってらっしゃる方いますけれども、こういうふうに産業の、まあ、いわゆる連句でいうと発句、産業の俳句による連句集というのがこういうふうに、2人の人によって、こういうふうに、フランス語で読まれたという、まあ、この試みとしては面白いですし、まあ、こういうことが生まれるっていうのは、まあ、こういうふうに俳句っていうのは単独だけじゃなくて、その別の人と自分以外の人とこういうふうに編むこともできるし、それでそういうことによって、自分個人ではこう見出せなかった新しい世界が、まあ、そこに展開するってことも多分あるんだろうと思います。もう一方でやはりフランスの詩っていうのは、20世紀の前半まででピークが過ぎ去って、今はもう下り坂一方で、なんていうんですかね、まあ、他者との他者とのこういう共同のコラボレーションをやらないと、やはりこう新しい展開がなかなか個人では生まれないという、フランスの俳句のみならずフランスの詩の状況っていうのが、
あるんじゃないかというふうにも思います。以上です。